富樫がお前のことフォローしてる。嘘。そうなん。俺、富樫さんフォローされてんの？お前でもそのアカウント出てこない、富樫さんの。うん、もういいや。いや、あ、出てきた。とりあえず、あと4話。え？これ？この13万人ぐらいフォローいるやつ？主に現行の進行状況。いや、ちょ、待って。これみんな騙されてない？この富樫さんのツイート、なんか、漫画家っぽいし、それっぽいけど、何も書いてへんやん、これ。鉛筆でぐちゃぐちゃってやったやつだけをチラッと見せて、これで富樫先生だとみんな信じてんの？え？何も書いてないやん。ネームというか下書きとかその段階ですらないやろ、これ。誰でも書けるやん、これ。さすがにするやろ。漫画ってこんなもん、いや、せめてなんか、何のシーンやんじゃあ、これ。何のシーンなん、これ。村田が本物、その村田って誰じゃん。身内が本物って言ってる。え？愛し村田さんって誰ですか？村田祐介さん。この人？あ、ワンパンマンの人。あ、はい、なんか、ご本人だそうです。すいませんでした。いや、待て、この村田祐介って人間が信用できるかわからん、まだ。こいつが偽物の可能性ある。いや、ごめん、90万人はさすがに本物や。大変失礼いたしました。この富樫先生のアカウントなんか本人らしいんで、よし、じゃあみんなも、じゃあ、フォローしましょう、これ。すげえ！ちょっと待って、今俺チラッと見た時にさ、13万9000人やったのにもう1万人増えてるわ。フォローしよう。やっぱ外そう。すげえ、うわ、かっこいいフォロー0人とか、俺昔俺もこんな時期やったけどな。誰もフォローせんのがかっこいいと思ってる時期。でもね、それはただのね、イキリなんですよ。だから、富樫先生ね、ちゃんとツイッター続けたんやったら、ちゃんとなんか仲いい人だけでもフォローした方がいいわ。うん、なんか、イキってるように見える、これ。うん、あかん。ちょっと待って、ごめんね。これさ、ツイッター開いてるとさ、なんか、映っちゃいけないもの映りそうやから、ちょっとやめるわ。いや別に映っちゃいけないもんないねんけど。